古屋型の伝統的な屋根のフレーミング、ポストマイナスリンテル型のフレーミング、洋風と呼ばれるヨゴ屋型の伝統的屋根作り。日本の大工仕事では、日本での大工の仕事を解説する。日本は、唐から清島で、大陸からの専門家を受け入れいる。特に大焼け湯板という建築家の技術を輸入され、唐は式組物、ひさしといって、デザインは、 現在も日本建築の象徴的な一部である。日本の大工全員が共有する道具と節目の思いと作業方法によって定義された中核的な慣習があるが、日本の建築分野の大工は通常4つの異なる大工仕事の職業のうちの1つとして識別します。旧大工は日本の神社や寺院建築を仕事としており、それらが手の込んだ木造の接合箇所を使用していること。 そして建造した建物技術は世界最長の生き残った木造建築の中に頻繁に見られるという事実で有名です。他に知られているのは茶屋や住宅志向の大工がおり、そしてスキヤ大工は素朴な素材を使用して繊細な美的構築で有名です。家具メイキング師として知られている差し物師を呼び、構築内装仕上げ大工、障子と欄間を担当するのは縦屋と呼ばれている。 差し戻しや縦具屋が彼らの分野外で仕事することは滅多にないが、大工工房で宮大工と月屋大工の両方として同時に働くことは珍しくない。日本の大工によって一般的に使用される道具はいくつかの基本的なファミリーに分類される。その道具の中には特定のタスクを対象とした様々なバリエーションや専門分野がある。大工は通常、 柄や木版画を作るのに自分で葉を立てて研ぐが、葉自体は構成の鍛冶屋によって鍛造され、道具に取り付けられていない状態で提供される。日本の鉄工は長い間高レベルの生成を享受しており、それなしでは日本の木工品の有名である良い表面と細部仕上げが不可能である。日本の彫刻刀と日本のプレーンに使われている葉は日本の刀と似た原則を共有している。 鋼孔と呼ばれる非常に硬い葉の金属片は地金地金と呼ばれる柔らかい金属片と単造溶接されている。より柔らかい金属の機能は衝撃を吸収すること、そしてより脆い羽が割れるのを防ぐことである。この技術は西洋で通常のみロックウェル6 2として使用されているものより硬い鋼孔の使用を可能にし、また一般的に 日本国外の大工工具で知られているよりも、はるかに細かいエッジをホーニングすることができる。歯を研ぐとき、日本の大工は、通常、粗い石から最も細い石まで、粗さの異なる3つ以上の砥石を使う。平面およびチゼル両方のブレードは、平坦側の中空裏裏によって区別される。この中空部分は、多くの機能を有し、 主な機能は平らな面が磨かれると幅のどちらかの側の石と接触するだけなので揺れることも曲線を描くこともできないという点で研ぐときに高度な平坦度が保証される。これにより上刻刀による切り込みの正確さが向上し平面の場合にはくさびとの円滑な接触が保証され従ってその刃の全幅にわたる指示材も保証される。このくぼみはまた ブレード裏側の平坦性を保つために除去の必要がある金属の量を大幅に減少させ、それは初期設定及びその後の再研磨をかなり短縮する。この他に、のみの場合、のみが木材に打ち込まれたり木材から引き抜かれたりする際の摩擦抵抗が減少する。第3に、工具の研ぎ直しに伴って、くぼみの前縁と葉の縁との相互作用は変化する、関係にあり、 エッジは中空のリムまで先鋭化されているように平面ブレードとエッジは次にタップアウト、尖ったハンマーがわずかに沿って刃の斜面下方に鋼を抑制するために利用されるプロセスであることがわかるブレードの背中が裏出しされている場合後に最平坦化し中空が再立されるしたがって中空部は切断口の白片の寿命を可能な限り長くするための手段として トギオの一種のゲージとして作用している。これは、ブレードの形状を時間の経過とともに一定に保つ、傾向があり、それが時間の経過とともに、それを台にフィットさせる。日本のカンナや彫刻刀には、様々な種類の鋼が使われている。日本の伝統的な万力。エドワード・エスモースによる、日本家屋とその周辺から伝統的な日本の万力は、 ロープのコイルで柱に結びつけられた木のくさびだった。木はくさびの下に挿入され、くさびは打ち抜かれる。伝統的な日本大工職において、どのような類の万力でも、西洋の伝統的な手仕事に等しい仕事のケースで、あるより、使用頻度はずっと少ないが、建築に関連する日本の大工仕事の多くは、非常に大きな木材を使い、そして一般に木材へ、 ダイクの重さで、ダイクが動作する部分を安定させるために使われる。このため、日本でダイク使用されている万力の位置は、西洋のものより、はるかに低く、ダイクは常に、自分の姿勢位置を固定できる。より小さな材料編の作業の多くは、着座位置で行うことができ、ノコギリと平面の両方が引っ張りストロークで、切断する動作に依存するため、本体、または、 シューティングボードを使用し、作業の安定化を可能にしている。日本の大工仕事と木工、並びに、ツール構築に使用される木材としては、杉、赤松、木の木、くすの木、ほうの木、けやお及び切などがある。ディーバトラーチョ、徳川日本の愛こと建築芸術2004年、周東、アーカイブドコピー。2016年5月22日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2014年2月13日閲覧。ありがとうございます。